こんばんは、リルカです。鼻のプロテーゼを抜いて、えー、3日目になります。今日はね、鼻の中のドレーン、片っぽだけ抜けました。はい。すっきり。まだね、こっちの穴にはドレーンがね、一個刺さってるらしいけど、見えないよね。こっちのドレーンはね、全部抜けました。 まだ出血があります、うん。でもね、もう痛くないけど、真ん中を触るとね、まだちょっと痛いかな。で、この顔で仕事に行ってきました。まあね、そりゃね、びっくりされますよね。どうしたのって、普通にびっくりされちゃったんですけど。まあ事情、職場の人にはね、整形していることをオープンにしているので、 まあ、こういう事情でっていうことを説明しました。ただね、お客さんね、クライアントにはね、ちょっと、まあ、転ん、転んでとは言ってないな、ちょっと骨折しちゃって、これつけてるんですって、ちょっとね、嘘をついてしまいましたけれども。がね、整形してっていうと、なんか、ね、うん、なんか悪く思われる人もいるかもしれないからね。ああ、ここ血がついちゃってるわ。 鼻の痛みは全然なくてね、やっぱドレーンが取れて、鼻もだいぶ、あの、腫れが引いてきたので、鼻呼吸がとってもしやすいです。うん、いい感じ。うん、なんで、腫れちゃったんだろうね。うん、ショックだわ。で、明日、 また仕事終わりに病院に行って洗浄してで今度土曜日にあの行くんですね今日は月曜日今日は月曜日で今度土曜日にあの主治医に診てもらいに行きますで2週間後に抜歯なんですって鼻の中だからうん抜歯まで気が抜けませんね うん、バッシュまで血が出るのかな。一、うん、週間後、土曜日にこのプロテーゼが取れるんでしょうね、きっと。これが取れたらだいぶスッキリするわ。整形した時はこれが取れるのが楽しみでしょうがなかったけど、まあ、楽しみっちゃ楽しみだけど、こう、ワクワク感っていうか、これが取れて綺麗な顔になるんじゃっていうワクワク感はないから、 なんかね、整形した時とはまた違う心境ですね。うん、まあ、今日は仕事を早上がりして、早上がりさせてもらって病院に行きました。明日も、ちょっと面談が午後入ってるんですけど、リスケしてもらえるか、ちょっと検討して、また別日に面談できるかどうか検討します。うん 早い時間に病院行った方がね、うん、相手方もそっちの方が都合がいいそうなので、ちょっとね、うん、交渉してみます。うん、また明日も動画撮ります。こっちの管撮った経過と鼻の状態をご報告いたしますね。食欲がね、全然なくて、朝ごはんそうめんちょびっと食べて、お昼は ミニトマトとりんごちょっとでさっきバナナ食べたんですけど全然ね食欲がなくってうーん鬱つっぽいんですよね私病気なんですけど精神的なうーんちょっとうつ症状がまた出てるかな夏バテっていう人もいるんですけどちょっと夏バテじゃない気がするんだよね夏バテで ちょっと精神的な落ち込みとか出るのかな夏バテって。わかんないけど。うん、ちょっと今度病院行った時に、これね、整形とは全然関係なくて、あの、整形じゃないや、鼻の腫れとは全然関係なくて、鼻が腫れる前から食欲不振になっていて、で、今回このようなことになって、ダブルパンチっていう感じ。余計にね、落ち込み。 がひどくなりますね。まあ、私太ってるんで痩せるからいいんですけどね、まあ。バナナは栄養があるから、とりあえず食べました。一応ね、栄養は取っておいた方が感染症にいいかなと思って、父親が食べろって言ったので食べました。うん、また明日も動画撮ります。では、皆さんまた動画撮るんで、 見てくださーい。じゃあね、バイバーイ。